切りたての餅みたいな肌になったらの考えです。で、こねて、それを何度か繰り返しまして、切りたてのお餅のようになりましたら、完成だと思います。これで、今度はちぎります。次にですね、ちぎるんですが、この、今からですね、はい、ちぎっていきます。これをちぎることを、これを持ったりだ。でも、本当にお餅のように仕上がってます。